おはようございます。おはようございます。やっほー。おはようございます。やばい、本当に花粉がやばすぎて今くしゃみが止まりません。くしゃみが止まらない。ハートありがとうございます。もうマスクしてないと生きていけない。ハートありがとうございます。もう顔動かせない。今にでもくしゃみが出そう。今にでもくしゃみが出そうです。おはようございます。ハートありがとうございます。桜餅ありがとうございます。おはよう。眠い。やっほー。おはようございます。くしゃみが出る。本当に。桜餅ありがとうございます。だるまありがとうございます。やっほー、こんにちは、おはようございます。寒いですね。寒いですね。みんなおはよう。おはようございます。もうやだ、花粉なんかもう体中にまとわりついてる気がする。体中にまとわりついてる。もうなんか目の表面全部花粉に囲われてる感じがする。なんかもう目をえぐり取って洗いたいです。あと鼻のなんか中にあるものを、鼻のなんだろう、鼻の花粉を感じる、鼻の花粉を感じるところを切り取って炭酸水で洗いたい。もう炭酸です。なんかもうシュワシュワさせて、花粉を
ごまかすっていう、むしろ炭酸で洗うことで、そのちょっと刺激を与えることで花粉を取り除くみたいな。そうそう、炭酸洗い炭酸洗いです。おはようございます。大丈夫ですか？なんとか鼻水が耐えてくる、鼻水が耐えてきます。おはようございます。染みそう、それがいいんですよ。染みるのがいいんですよ。そのやるときは痛いかもしれないけど、後々すっきりすると思うんだよね。いつも何月くらいまで花粉症続く？え、わかんない。なんかもう常に鼻の調子が良くないから、なんかいつ終わってるかとか全くわかんないです。はい、どうなんですか、逆にみんなに聞きたい。いつ終わるの、花粉症って。桜餅ありがとうございます。なんかおはようございます。桜餅ありがとうございます。5月の連休だった。へえ、そうなの。5月ぐらいによくなるんですね。桜餅ありがとうございます。最近花粉症の人多い。いや、本当もう花粉の時期ですから、みんなね、みんな悩んでますよね。みんな悩んでますよね。もう目かゆくて今もうめっちゃかいてる。ちょっと待って。ちょっと待って、今カメラ外でちょっと目をかいちゃってる。ダメだよね。わかるよ。わかるんだよ。触っちゃダメ。触ったら触るほどまたかゆくなるっていうことはわかってるんだよ。でも、耐えられない時だってあるじゃないですか。はい、そういう時はもう我慢しない方がいいんです。だってかゆいんだから。極力やらない方がいいのはもちろん分かってますけど、もう無理な時は書く。それで悪くならないうちに目薬をさす。そう。ほんとかゆいよね。なんでこんな、もうめっちゃ目かゆくなってきたもう。でもね、ひなのねリュックサックすごいんですよ。何でも入ってる。こんな時の目薬だって入ってるし、何が、なんか鼻が詰まった時のなんか鼻シュッシュだって入ってるし、牛乳も入ってるし、薬は何でも入ってるよ。頭痛くなったらヒナによって、気持ち悪くなったらヒナによって、お腹痛くなったらヒナによって、 OK？ 咳止まらなくなったらヒナによって、みんなのリュックサックはいろんな薬が入ってるから、もう何かあったらひなに言って。うん、マジで。
本当にね、なんかあったら変なに言ってほしい。そう、なんかあったら変なに言ってほしい。絆創膏を持ってそう、当たり前でしょ。当たり前よ、絆創膏を持ってないわけがない。持ってますよ、もちろん。そう、ひなのね、リュックのマイポケットはドラえもんなの。ひなのリュックのマイポケットからは何でも出てくる。もし化粧ポーチを忘れた時用のあのお助けコスメも入ってる。それはマイポケットだけじゃなくてリュックの中のミニポーチにも入ってる。そう、やっぱ私にとってメイクは命なので、もしだよ、もしコスメをお家に忘れた場合の、それでもメイクができるコスメをマイポケットにも入れてるし、もうそれだけじゃ怖いから、カバンの中の別のミニポケットにも入ってる、常に入れてるミニポケット。そう、もうなかったらひなに言った方がいいよ、みんな。なかったらマジでひなに言って。ドラえもんだから。ハートありがとうございます。あと安全ピンも入ってる。安全ピンとアメピン。安全ピンとアメピンも入ってます。やっぱりね、外出先でね、安全ピンが必要な時ありますよね。なんか服がなんかこうなったりとかして、もうそういう時のお助けグッズ。最高の心配性。最高。はい、そうそうなくない？いや、ありますよ、結構。はい。結構ありますね。ありがとうございます。はい。まあ、男性の方はないかもね、あんまり。あの、やっぱ、女はさ、結構服とかいろいろトラブルあるから、そう、そうなんですよ。まあいろいろあるんですよ。使わねえだろって思うかもしれないけど、使うんですよ。そう、はい、桜ありがとうございます。じゃあそろそろランキングを